ジャスティン・ジョセフ・トーマスは、アメリカ合衆国、オハイオ州、トレド出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2005年6月7日、MLB ドラフトで、シアトル・マリナーズから4巡目指名され、6月12日に契約を結ぶ。2008年9月1日、テキサス・レンジャーズ戦で、メジャーデビュー。1イニングを投げ、1奪三振、無失点だった。 2009年10月29日に、ウェーバーで、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。2010年11月4日に、FA となったが、月8日に、パイレーツと再契約した。2011年11月2日に、FA となった。2011年11月22日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2012年5月12日に、ウェーバーで、 ニューヨークヤンキースへ移籍した。10月17日に FA となった。2012年11月15日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2013年7月1日に FA となった。2013年7月8日に北海道日本ハムファイターズと契約を結んだことが発表された。7月31日の対千葉ロッテマリーンズ戦で日本で 初登板、初先発も4回に3を投げて6安打に四球4失点で降板となり、敗戦投手となる。その後も勝ち星を挙げられないまま、10月30日に球団から対談が発表された。2014年1月5日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2014年7月25日に成績不振で対談したデニス・ホールトンの大役として、 久保のキアタイガースと契約した。12月18日に対談した。2015年1月20日、CPBL の統一セブンイレブンライオンズと契約した。ありがとうございます。